ジドブジンは、拡散軽薬転写酵素阻害薬の一種である。HIV の治療薬として用いられる。別名はアジドチミジン商品名は、レトロビル。同じナルティのラミブジンとの合剤は、コンビビル。バローズウェルカム社が1964年に抗がん剤として初合成し、 1985年に、NC に所属していた、三谷博明が、抗 h i v 作用を発見した。バローズウェルカム社が製品化を進め、世界初の抗 h i v 薬として1987年3月に国際誕生となり、日本では1987年11月に発売開始した。AZT は、HIV 感染細胞内でリン酸化され、 AZT3 ン酸という活性型の酸リン酸、課題になる。アズトットップは HIV 逆転者酵素を、競合的に阻害して、デオキシチミジンリン酸の代わりに、HIV の DNA 中に取り込まれて、DNA 差の身長を停止することで、ウイルスの増殖を阻害する。アズトットップの HIV 逆転者酵素に対する、神話性は正常細胞の DNA ポリメラーゼに、 比べて約100倍強いので選択性の高い抗ウイルス作用を示す。投与により骨髄抑制が現れるので血液検査などを行い患者の状態を十分に観察する必要がある。AZT を含むチミジンアナログに対する体制は HIV 逆転者酵素の41、67、70、210、215、219番目の アミノ酸の変異により生じる。41番目と215番目の変異あるいは4個以上のアミノ酸の変異によりウイルスは表現型として耐性を示す。これらのチミジンアナログの変異を有するウイルスは高度の交差耐性を示さない。62、75、77、116、151番目のアミノ酸の変異、69番目のアミノ酸の スレオニンからセリンへの変異、同じ箇所への6塩基体の挿入により、ウイルスは拡散契約転写後素材に対した在体性を示す。HIV 感染症。ありがとうございます。